はレラティブタロット選んだ方ですね。4月の後半の運勢ということで、今回もね5回に分けて後半のね運勢読んでいこうと思います。まずはね、そうですね、いつも通り全体的なところでっていうところで、4月のね後半ね大きなポイントを読んでいきます。で、そこからね、最初は仕事運と金運で、あとは人間関係運、恋愛運で、さらにレジャー運、美容運&その他っていうところと、あと最後にねラッキーカラー、開運アドバイス、はい、いつも通りの流れで読んでいこうと思います。はい、じゃあそんなところでね、まずは4月の後半全体的なところっていうのでね読んでいきましょう。はい、うん、はいはいはい、出ましたね。4月の後半、まずね大きなポイントとタイミングになるところが23日から25日の間というふうに出てます。で、ここがですね、なんかね、睡眠時間とか体調とか、まあある意味ガソリン満タンね、充電満タンの状態で、万全の状態で、頭いっぱい使ったり、考えること、あなたの思考力であったりとか判断力が問われる数日間になりますので、まあもうそこで挑ん、もう充電バッチリでね挑んでくださいっていう風な感じでね、はい、出てきましたね。はい、ではね、ちょっと細かく読んでいきましょう。まずね、そうですね、この23日から25日の間、ソードのねナイトのカードとソードのエースのカードが出てるんですね。で、まあ基本的にまあこのね組み合わせってところで見ると、まず思考力なんですよ。うん、なんかともかく判断すること、考えること、工夫すること、うん、なんかシンキングタイムがすごく大事。うん、頭のね、脳汁たくさんプッシャーみたいなところで、ね、脳のエネルギーをね、なんかいっぱい使うようなことが出てきそうな感じがします。まあ、使うと、それをね、使うことによって、すごくあなたにとってポジティブなことであったり、プラスなことであったり、まあ、ここぞっていう時のね、決め技打ち時みたいな感じですかね。うん、そのタイミングが、やってくるでござるよと。というのもね、こっち側がね、面白いカードが出てて、もうちゃんとね、なんかこれパッて見た瞬間に、ちゃんと前日はゆっくり寝るようにするんだよ、みたいなね、テストの前日みたいな、なんかテストの前日に、徹夜してね、寝不足で挑むよりも、ね、ゆっくり寝て、頭ね、割と爽快でスッキリした状態で挑んだ方がいい点数取れるよね、みたいな感覚で、しっかり体調は、コンディションは、ね、整えておくことってとこでね、節制のカードと、コインの5のカードが出てるんですよ。だからもう自利品じゃ絶対ダメと。うん、なんでまあ25日だから、そうですね、25日だって、週のね真ん中から終わりの、そうですね、まあまさに週末にかける一個手前みたいな日になると思うんですけど、まあゴールデンウィーク前のねちょっとチェックポイントというところで、はい、ぜひビシバシと検討していただきたいなというふうに思いました。これね、この後また仕事運とか人間関係運とかって出てくると思うんですけど、結構ねあなた自身が落ち着いてゆっくり考えてみたりとか、ちょっとね頭すっきりしてる状態で、思考力が働く状態で何かを判断したりとか行動したりするとね、いいこと、ラッキーなことがあるってことなので、まぁ、ちょっとこのあたりは前日しっかり寝ておくようにちょっと早めに寝てね、起きて頭のエネルギーチャージを意識してみてください。はい、じゃあそんなところでね、そうですね、じゃあね仕事運とね金運をねさらにじゃあ見ていきましょう。はい、じゃあシャッフルしていきます。はい、よいしょ。睡眠の質を上げるのでヤクルト1000がかなりねいいんですよ。うん、薬膳って呼んでるんですけど、ヤクルトお好きな方だったらね、ちょっと最近寝つきがあって方は薬膳ちょっと飲んで寝ていただくと、ちょっとね、いいお値段するんですけど、ヤクルト界では。でも薬膳はなかなか良いです。良きですよ。ちょっとごめんなさいね。並び方間違えちゃった。
はい、じゃあね、見ていきます。よし、じゃあね、お仕事運とね、はい、金運ね、見ていきましょう。うん、はい、そうですね、まずね、お仕事運金運ってところで見ると、4月のね、後半の最初の週の方ですね、なんかお天気で言うとね、小春日和というか、まあもう春ではない、春になっちゃったんで冬なんですけどね、ちょっといい天気って感じですかね。うん、穏やかで春らしい天気な予報ですみたいな感じで並びが出てきました。4月のまあ後半の最初の週の方に関しては、あんまりね、まあ大きな波とかね、なんか穏やかに一週間が過ぎていくような感じがありますね。で、ね、ポイントとしては、自信がないこととか、初めてやることとかね、そうやってちょっとあなた自身の何か技能に関わることであったりとか、やり方ちょっともまだ自信ないなとか、わかんないなってことに関しては、新しくね、学んで始めたりとか、練習したりすると、すごくね、すぐできるようになったりとか、すごく優しく教えてくださる方がいたりとか、ね、なんか思ったよりも簡単にクリアできたりとかね、するよっていう風に出てます。なんで、まあ特にお仕事新しいね、職場になってたりとか、まあ慣れないことを今されてる方に関しては、この4月後半のね、最初の週はちっちゃいことでも周りの方にいろいろ質問してみたりとか、聞いてみたりしながらやってみるとプラスのことが多いかなっていう風な感じがします。あなたのね、なんか自信がないことに対して、周りの方の協力だったり、温かいサポートであったりね、すごく穏やかに、なんか安心して過ごせるような流れがありますね。まあ慣れてるね、ことをされてる方に関しても、どこかね、ある意味逆に今度はあなた自身がそうやってサポートする立場になってみたりとか、ちょっとしたこと大丈夫って声かけしてみたりすると、すごくね、あなたの存在っていうところでね、良好な、流れを作ることができるのかなというふうに思います。で、4月のね、後半の2週目の方ですね、23日以降がある方なんですが、ここに関しては、そうですね、まさにね、ちょっとね、ある意味あなたにとってのもう腕の見せ所というか、もう真ん中星のカードとね、正義のカードが出てるから、まあキラリと光る一番星っていうところでね、頭のキレとね、思考をふんだんに使ってチャレンジ課題が出てきそうな感じがしますね。まあそれ自体がなんかものすごくあなたの大きな評価につながったりとか、かなりプラスのこと、信頼のポイントがガンと上がる、いっぱいもらえたりとかね、ドーンと上がるような感じがあります。で、ね、ソードの6の逆位置が出てるから、急いで取り組むのではなくて、一回ちょっと冷静に考えたりとか、間を置いてみたりとか、距離を取ってみたりとか、ちょっと離れて見てみるみたいな感じはないけど、なんかそうやって動くとね、この星のカードを見てると、本当にね、このカードの絵柄通りで、きらめくお星様の世界なんですよね。なんかあなた自身の運気であったりとか、まあ仕事のね、評価であったり、そういったものがすごくいい方向に向いてくる、風向きが良くなってくるっていう風な感じがしますね。なんかね、もしかしたらなんだけど、これ金運的なところでも欲しかったものが ある方、思ったよりもいい値段で、ね、リーズナブルにお得に手に入ったりとか、ね、ちょっと待ってて、ゆっくり検討しといてよかったわ、みたいな、流れとして、出てくる方も多いかなというふうに思います。今回全体的な運気として、この選択肢を選んだ方ね、非常に、流れはね、穏やかです。なんかポカポカ、まあこのセットみたいな感じで、春らしい、ね、菜の花とかね、黄色い可愛いお花と青空みたいなね、並びで出てるので、まあ、そのあたりは、ゆったりね、ぜひお過ごしください、ゆったりというかね、ほっこりお過ごしくださいっていう風な感じですね。頬のね、逆位置のカードが出てるから、行いは良くしていった方がいいって。
教えてくれてる感じがしますね。日頃の行いみたいなものが、今回のね、穏やかな、うん、運気のお天気に、関わってきますから、そこは、なんかね、この並びを見たときにね、なんていうのかな、これ、なんかちょっとまた、ポケモンの謎インスピレーションなんですけど、お地蔵さんを大切にね、みたいなね。メッセージが入ってきたんですよ。なんか、お地蔵さんいるじゃないですか。道端にね。で、お地蔵さんいた時に、ちょっと、お地蔵さんに前掛けついてたりするテンションって言えばいいんですか？多分あれ前掛けは、ね、作ってくれるおばあちゃんとかがいるのかなって感じがするんですけど、なんかそういったお地蔵さんを大切にするハートで、いろんな人に接してみると、すごくね、さらにこの運気、うん、アルティメットな感じになるんじゃないかなというふうに思います。仕事に関しては、標語はちょっと謎ですけど、お地蔵さんを大切に的な感じでお願いします。はい。ではね、じゃあ、そうですね。人間関係のとね、恋愛をね、見ていきますね。はい。自分で言っててもよくわかんないんですけど、なんかそういう感じなんですよ、この並び。お地蔵さんを大切に。まあ、なんか字面でちょっとこう皆さんも打ってみたりとか書いてみたりいただくと、ひらがなで書いていただくと、私が伝えたいニュアンス伝わるかな伝わってたら嬉しいな。伝わってますか？これちょっと伝わってるかどうかコメントで教えてください。はい。ではね、じゃあ、そうですね、恋愛運と人間関係運で見ていきましょう。はい。うん。はい。はい。はい。人間関係運、恋愛運ってところでいくと、まず恋愛的なところに関しては、突発的な恋愛の、4月のね、後半の一週目のところ、ハプニング。うん。何かしら、あなた自身、おおって思うようなことがあるんだけど、でもなんかね、持ち帰った方がいいって出てきたんだよね。うん、悪魔の逆位置とかが出てるから、まあ、ちょっとね、落ち着いてやっぱり考える必要があるかもしれない。ね、そういった、まあ、なんか、結構、心が胸高鳴る時、一気にこう、びっくりするような出来事が起こる方、出てくると思います。なんかね、この感じでいくと、まあ、あなた自身、のほほんと過ごしてたんだけど、まあ、ある意味、劇的な刺激がやってくるって感じなんですね。ただ、こっちで、ね、出てるのが、お坊さん出てますので、で、こっち悪魔の逆位置出てるので、結構これはね、誘惑なんですよ。うん。なんかそこで、刹那的に動くのではなくて、よく物事の本質を考えてから、あなたはその出来事を受け止めて動いた方がいい。うん。そういった出来事になってくると思います。突発的に動くのではなくて、何かびっくりすることがあっても、よくその恋愛や人間関係に関して、ね、その本質をあなたの中で、まあ、1日2日じっくり寝かせてから、何かしら、あなたのアクションであったり、レスポンスであったり、反応するべきこと。うん。それがありますね。勢いとノリで流されないように気をつけてみてください。ね、で、次が、4月の後半の後ろの週の方ですね。2週目の方ですね。こちらに関してはね、そうだね、ある意味で、結構ね、多分この週忙しくなると思うんですよ。で、何かしら、その恋愛的なことであったり、人間関係的なところで、ね、ちょっとね、自分の中で発展であったりとか、成果を求めたい場合は、まず仕事をちゃんとまず片付けてください。うん、しっかり片付けて、余裕を作った上で、動いた方がいいよっていう風に出てますね。で、真ん中はこれね、ソードの5のカードなので、ちょっと悪だくみしてそうなね、ちょっとマフィアっぽい、ね、ちびっこマフィアとね、ボスみたいな感じでおりますけども、無理やり何かを成し遂げようとするのではなくて、自分の余裕の中から、うん、ご縁を紡いでいく、うん、であったり、チャンスを作っていくっていうことが大事かなっていうふうに思います。無理にね、二人の関係を、進めようとすると、かなり力技になってしまう。なんか手段を選ばない、
選ばなすぎる方法になってしまう可能性があるから、そこは、まあ、考えどころっていうところでね。で、まあ、忙しいのもあったりするので、ちょっとね、やっぱここは睡眠時間重要な感じがしますね。ちょっとこう余裕を自分の中で持ってる時に、何かしら恋愛に対することについては動いた方がプラスになる、そんな感じが出てますね。どちらにしても節制のカードが出てるので、恋愛運、人間関係運的なところに関しては、快楽や、まあ、いわゆる主治肉林と言われるような世界観ですね、そこには溺れすぎないようなあなたのバランス感覚っていうのが今回プラスになるかなっていう風な感じがします。全体的な運気がね、結構こう菜の花畑の青空なので、まあ、あんまりその情欲とかね、無風みたいなものは自分の中ではね、ほんのちょっとスパイスと入れるくらいのところで、なるべくほのぼの過ごすっていうことを意識してった方が、プラスのいい流れであったり、いい関係の方に向いていくかなというふうに思いますね。はい、ではね、じゃあそれも踏まえつつ、じゃあレジャー運、美容運、健康運&その他というところでね、さらに読んでいこうと思います。よいしょ。ではオープンしていきます。はい、まずそうですね、今回4月の後半なんですけども、もう最初の週あたりからそろそろなんかゴールデンウィークの予定を立ててみようかみたいな感じでね、出てますね。最初の週ってところでいくと、太陽のカードと、ワンドのクイーンのカードと、恋人のカードが一緒に出てるんですね。もうなんかすっごい楽しげなカードが出てるんですけど、4月のね、このね、15日からの週、ね、ゴールデンウィークの予定をそろそろ楽しみなことを、立て始める。あなた自身能動的に動きながら、ね、そうですね、そろそろ、そんなことを始めようじゃないか、みたいなね、なんか、にこやかな雰囲気が出てますね。天気がいい日のことを、そのプランを A、B、C、D、みたいな感じでね、自分から主体的に、ね、計画してみようとか、動いてみようとか、そんな感じで出てます。こっちがね、ワンドのペロッと見た時に、これゴールデンウィークだろうなと思って、お休み。これから来るお休みの日のことを、まあ何か計画したり、楽しみな予定作ってみたり、どんなところ行きたいなーって検討してみたり、ね、一緒にね、行動する人にお誘いしてみたり、なんかそういうね、ことをするといいよっていう風に、出てきましたね。楽しみな予定はもうここから作っていきましょう。で、4月の後半の後ろの週の方ですね、楽しみなお休みはあるんだけど、そうですね、フライングはしないようにってね、もうちゃんとね、なんだろう、これね、コインのね、Q のカードで出てるから、もうゴールデンウィーク待ち遠しくてね、ちょっとフライング気味になる方が、出てくるかもしれないんですけど、お休みが始まってからお休みなので、遠足は帰るまでが遠足じゃないですけど、ちょっとね、そこは、そうですね、フライングしないように、少し我慢ね、みたいな感じで、カードが出てますね。まあ、この選択肢選んだ方ね、5月のこのね、4月の終わりからのゴールデンウィーク、すごく楽しい、期間になる方が多いと思います。だし、だからこそね、その楽しみな予定を、まあ、今から作っておく。なんか、人間ってそうなんですけど、楽しいこと考えてると健康にいいんですよ。ね、ゴールデンウィーク、ね、何しようかな、みたいなね、行きたかったとこ行こうかな、みたいな感じでね。で、その候補に関しては複数いろいろ自分の中で、プラン、いろいろ立ててみてください。思いつくこといっぱい出してみるみたいなんで、今回ね、この選択肢選んだ方ね、なんか
な、まあ、なんでもメモ帳とかでもいいんですけど、なんかやりたいことリストみたいなものいろいろ作ってみて、ね、なんかその中からメニューからチョイスするみたいなね、うん、なんか楽しい気持ちと楽しいことを考える、なんかあなたの中の、その体の動かし方、心と体、心も体ですから、ね、そういった、インスピレーションをいっぱい使ってやってみると、すごくあなたのバイブスとエネルギーが、上がってきますね。うん。そんな感じが、出てます。なので、まあ、特に、このね、動画、多分ご覧になってる、まあ、このね、4月の後半の最初の週でご覧になってる方が多いと思うんですけど、ね、そのあたりに関しては、まあ、ちょっとその後の方もまだ全然遅くないので、立てていただきたいんですけど、楽しみなことをたくさん考える。うん、楽しみなことを作る。うん、自分の中でね、お休みが来たら、あれやろう、これやろう、みたいな感じでね、うん、そんな感じでね、素敵な休日に向けて、ね、まあ、ゴールデンウィーク繁忙期の方もいるかもしれないんですけどね。まあ、そういうね、素敵な季節の素敵な自分のお休みの日に向けて、ちょっと準備を始めてみてください。それが健康増進。ね、素敵なね、いいパワーの方に、あなたを持ってってくれるし、もちろんその後の予定も素敵な方にね、なってきますよっていうふうに出てますね。はい。ではね、じゃあ最後に、じゃあそんなとこも踏まえつつ、まあ、開運アドバイスというところでね、じゃあどうしてたらいいかなっていうところと、あとはね、今回のタームのラッキーカラーをね、見ていきましょう。はい。はい。よいしょ。はい。じゃあね、やっていきますね。はい、じゃあまずね、ラッキーカラーね、見ていきます。よいしょ。はい、じゃあね、ラッキーカラーから。はい、お、すごい、言ってた通りの色が出ちゃったね、あ、はい、じゃあ見ていきます。まずね、ラッキーカラーです。はい、青空ブルーと綺麗な黄色です。私のね、皆さんの運気イメージしてた色そのまま出てきましたね。なんでドンピシャン、ビンゴです。こんな感じ、うん、こんな感じの流れなので、お地蔵さんを大事にね楽しいことをたくさん考えて、ちょっとこうね、シュチニクリンとか欲望の世界とは違うほのぼのとした感覚で、はい、ぜひお過ごしくださいということで、これがラッキーカラーです。お守りカラーですね。で、開運アドバイスですね、外側の世界にできること、内側の世界にできることね、両方出してみました。まずはね、外の世界ってところですね。うん、ね、あんまり外の世界の流れに対して乗らなくていいって出てきてる感じがしますね。うん。まあ、必要最低限の接点は持つけど、まあ、自分自身の、自分の時間の流れ、自分に流れる時間を大事にする方向性で考えていくといいっていう風に出てきました。なんか私これ見てた時に、その、SNS とか、うん、そういう人の流れが強く入っちゃうものとか、ちょっとシャットアウトしててもいいかもしれないですね。うん、なんか自分の人生、自分の流れ、自分の時間軸っていうのをすごく大事にして、その中、その自分の時間を、の流れを、ちゃんとまっすぐ立てながら、外の世界と関わっていくと、すごくいい方向に、お地蔵さんを大事にですね。うん。だからあなたの中の青空と菜の花畑をね、大事にしていくこと。うん。まず自分をちゃんと中心に置くっていうことが、ね、その上で、まあ、なんか外の世界はね、慌ただしかったりするから、欲張ってね、関わんなくていいよみたいなね。そんな流れでね、出てます。なんで平和なね、ほのぼのとお過ごしくださいって感じですよね。で、ご自分の中でできることっていうところで見ると、そうですね。うん。なんかやっぱりこの辺の長さが強く出てますね。なんかそれまでが、やっぱり結構大変だった方とか、一生懸命頑張られてる方が出て、いるから、今回はね、その運気としては、なんかそんなあなたに、なんていうのかな、なんかね、こう人間的な世界というよりかは、どちらかというと、この春の
この季節があなたに愛をプレゼントみたいな感じなんですね。うん。だからその愛を受け取ってみたいな感じなんです。なんでこの選択肢選んだ方、まさにこのカラーというか、天気がいい日はお日様の光を浴びてください。うん。あの、ポカポカホカホカして、ハールだーってね。うん。ハールハールーってね。あ、その、なんていうのかな、季節の愛を受け取る。うん、なんかコーラ星じゃないけどね。うん、なんかそんな感じですると心の中にね、ポカポカほのぼのパワーが溢れてきてね、これストレッチパワーみたいだけどね、昔ストレッチマンっていうね、あの NHK の、なんかそう、ストレッチ番組があって、子供向きので、真っ黄色のね、ストレッチマンっていうのがね、ストレッチのポーズを教えてくれてね、なんか、1、2、3みたいな感じで、ここにストレッチパワーが溜まってきただろうみたいなのがあったんですけど、まあそんな感じで、ね、あの、晴れて青空の日は、お日様に向かって、お日様で、ね、仰いで、ほかほかほのぼのパワーをね、ここにた、あなたの体の中に溜まってきてください。1、2、3、ドーンみたいな感じでね、うん、やってねって感じで出てますね。で、もう一つ大事なことっていうのが、なんかそんなにね、人のことばっかりやっぱり気にしなくていいよって出てきてるんですよね。うん、後ででいいよって出てきてる。うん、まずは、そうですね、自分のことを大事にっていうところと、まあ、多分なんかね、お地蔵さんを大切にがね、めちゃくちゃ頭の中で私はリフレインしてるんですけど、なんか お地蔵さんって、あれって私のこれ解釈ですよ。なんかこう、日本人の、まあ、ね、元々の土着信仰としての、まあそういったね、道路であったりとか、そのいろんな見えない、見えるけどこう人間である何かもう里とかそういうものに対する思いやりとか、優しさの、なんていうの、塊みたいなのが私はお地蔵さんの信仰のね、ベースにあるかなっていうふうに思ってて、で、あなたの中でね、なんかそういう、ある意味そういう心の中のほっこりする人の優しさの根源、うん、みたいなハートで人と接することが大事なんですよ。で、それは表だけの、その、上辺だけのそういう関わりとか、ね、利害関係の関わりとかじゃなくて、なんか本当に純粋な、ね、あの前掛け作ってもらってるお地蔵さんが愛されてるように、あのにっこり笑ってね、ね、あのみんなの安全を見守るように、ね、あ、お地蔵さんだってね、うん、あのそういう感覚じゃないけど、そう、なんかあんまりこう上辺のなんかね、あの本当に表面上だけの世界で何かをしようとするのではなくて、心の中のあったかい世界の中から行動していく。で、そういう気持ちをいっぱいチャージしていく。うん。それをね、このタームは意識していけるといいのかなっていう風な感じがします。まあ、季節がくれる愛のプレゼントっていう感じのメッセージも入ってきてるので、まあそこはね、お日様をね、晴れた日はこの青空でね、太陽がお花が咲いてる、お花が咲いてる方は花を見ながらニコッと笑ってね、あなた自身もお地蔵さんパワーね、うん、お日様パワーをちょっと吸収してみてください。はい、そんなわけでね、ぜひ素敵なね、あの4月の後半にしてください。はい、頑張ってくださいね。応援しています。ではね、ハーブクラフターズタロット選んだ方ですね、今回もね、いつも通り、そうですね、5回に分けて、はい、4月のね、後半の運勢を読んでいこうと思います。まず最初が、そうですね、全体的なところっていうので、4月の後半のポイントを読んでいきます。で、そこから、次は、そうですね、人間関係運と恋愛、仕事運、金運、人間関係運と恋愛運、あとはレジャー運、健康、美容運&その他ということでね、はい、いつも通りの流れで読んでって、最後にね、はい、ラッキーカラーと開運アドバイスポイントね、まとめで読んでいこうと思います。はい、ではね、まずは、はい、全体的なところですね。はい、はい、ね、そうですね、16日から26日という出てるので、もう4月の後半ほぼ全部になってくるんですけど、ね、気づいた時は笑顔で挨拶みたいな感じ。うん、ニコッと笑って、あ、スマイル0円、うん、愛嬌0円で動いていくと、
今回はいいことありますよっていう風にね、出てきましたね。はい。ではね、読んでいきましょう。まず、今回全体的な流れってとこでいくと、カップのページに当たるカードと、ソードの4のね、逆位置が出てるんですよ。なんかあなたの中で、まあ、ある意味、愛嬌のスイッチが入るとか、うん、なんかスマイル0円、愛嬌0円、振りまいたる、振りまく分にはすり減らないみたいなところで、うん、なんかそういうね、プリッチパワーみたいなものが結構高まってくる。うん、だからね、気づいた時はね、ちょっとね、素敵な笑顔で挨拶するとか、うん、なんかそのプリッチパワーをね、ちょっと存分に、ちょっと生活に、使ってってください。なんか私これ見てて思ったんですけど、皆さんがプリチーをね、振りまけば振りまくほど、これ世界が良くなっていくと思っといてください、本当に。うん、なんか世界がハッピーになる。なんかそんな感じがしますね。なんか、眉間にしわ寄せて、暗い顔してね、うん、暗い目をしてるよりも、なんかニコニコ笑って優しい顔してて、プリチーって言った方が、なんか絶対いい。というか、あなたにプリチーの、ミッションが課されてます。4月の後半のあなたの標語は、プリチーで。プリチーでいてください。プリティーでもプリチーね。はい。ではね。で、それでこっち側に出てんのがね、そうだね。なんかね、そういった行動であったりとか、まあ、あなた自身のその動きの中から、なんか、ハートのパワーが、なんていうのかな、修復されるとか、うん、なんか満ちていくとか、そういう感じで出てるんですよね。なんか人を、なんか周りも自分もの世界もっていうとこで、あなたのプリッチーがね、うん、愛嬌という名のプリッチーが、なんかすごく、キラキラな魔法をね、使って、いろんないい方向に、なんか修繕するとか修復するとかね、うん、なんか回復してくるみたいな感じで出てるから、ね、まあ、笑顔、笑う角には福来たるっていうところでね、ね、ぜひ、あなた自身、プリッチーパワーで、ちょっとね、福たくさん招いていただきたいなっていうふうに思います。特になんかね、最近もーって思ってた方に関しては、そういう方ほどプリッチーが重要。ちょっとね、私がね、今プリチー連呼してると思うんだけど、これは皆さんの頭の中にプリチーをこびりつかせようとしてるので、そう、プリチーっていう私のね、声を思い出したら、その時は、あ、笑顔だ、コケモモが笑顔が大事だ、愛嬌が大事だって言ってたってね、プリチーを思い出していただけると嬉しいなというふうに思いますね。うん、プリチーな私みたいなね。うん。そう、プリチーになってってください。じゃあ、そんなところでね。はい。金運と仕事運ということで、はい。流れをね、見ていきましょう。うん。はい。よいしょ。うん。はい。うん。はい。はい。出てきましたね。そうですね。まずね、一つ大事なことね。うん。今回仕事運、金運ってところがね、テーマがね、母性っていう風な感じなんですよね。うん、母性っていうか、まあ、ある意味、なんか本当にきらめく、ときめき、輝き、女性、なんか、柔らかいママの笑顔みたいなね。なんかこれ本当にニュアンスなんだけど、うん、なんか、あなた自身の、やっぱりそういったね、未知なる秘められたパワーみたいなものが、なんかいろんな方向に、うん、いい方向に、なんか何かをね、変化させていくようなことが多いかなっていうふうに思います。で、4月のね、まず後半の最初の週ってところなんですけど、ここに関してはね、なんていうのかな、このね、またイメージで伝えるんですけど、優しいママ、うん、を想像してください。優しいママは、子供がわがままを言った時に、
うんうんって聞いてて、うん、ダメみたいな、そういうね、ダメなことはちゃんとダメっていうのと、諭すように、ね、いろいろ伝えてくれるでしょう。で、なんか何でも、うんうんってね、OK って出すのではなくて、その点では、うんうんって、ノーなことはノーだけど、でもこれだったらできるよ、みたいな感じでね、優しい笑顔と、ね、穏やかな、声色とね、穏やかな身のこなしで、ね、なんかそうやってそれを想像して、相手に対して、仕事に対して動いていくと、ね、すごくいいことがある。あなた自身、すごくあなたに対してプラスに働くような流れが出てくるっていうふうに出てる。だから愛嬌っていうのは、ある意味、ね、子供の特権ではなくて、大人でも愛嬌っていうものはあるから、なんか物腰柔らかに、ね、しっかりちゃんと自分自身のポジションは考えながら動くこと。うん、それがね、プラスに働いてきますっていうふうに、出てきましたね。で、4月のね、後半の後ろの週に関しては、そうですね、まずね、残り物には福があるっていうような感じかなというふうに思います。うん、どちらかというと、自分が自分がっていくよりかは、相手に、まあ、人にね、ちょっとなんか譲ってあげる？うん、どうぞみたいな、どうぞ、お先どうぞ、お先どうぞみたいな感じで、ね、自分の利益を最優先して動くというよりかは、ね、譲り合いの精神で、なんか一歩あなたが譲ったりとか、どうぞってやることによって、残り物には、服がある、美味しいものを食べれたなぁ、みたいな。うん。そういう感覚でね、出てくる。だから、ある意味、ママなんですよね。みんな、家族たちにね、その美味しいご飯を食べさせて、ね、いろいろあるんだけど、ママの冷蔵庫の中には、実はちょっと、隠しといたものがございましただけじゃないけど、そう、なんかね、この、そうだな、なんか、並びを見てて思うのが、なんか家族がね、みんな美味しくご飯を食べてくれて、ああ、なんか料理作った甲斐あったな、みたいな。でね、夕飯の片付けしながらのんびりしてるお母さん像みたいな感じで、ね、ちょっとでも私はおやつも食べちゃおう、みたいな感じじゃないけど、うん、なんか全体的にそういった、柔らかな母性っていうものがね、なんかプラスに働いてくるし、そういうイメージを持って仕事をしてみると、今回はね、まあ、あなたの愛嬌プリチーっていうところですごくね、いい影響、うん、あなたの今回のプリチーさっていうのはね、なんかそのあたりで働いてくるのかなっていうふうに思います。実はね、これね、ここのカードはね、カップのね、ナイトに当たるカードで、カップのナイト、カップのキングの逆位置、カップのクイーンの逆位置って出てるんですけど、ある意味そのプリッチーなあなたっていうのを求められてんだけど、その内容はね、こっちが出てて、まあ、全体的に女性性の強い並びが、出てきましたので、ね、なんでそこは全体的なとこは母性っていうところで、ね、優しいお母さん、ほっとしてるお母さんっていうところでね、うん、なんかその、おかんのイメージでね、ね、仕事に接するワークをするね、なんかそうしてみると、あなたのプリチーがいい方向に切り開くと思いますね。はい、ではね、じゃあ次はね、恋愛運と人間関係運というのを見ていきましょう。はい、よいしょ。ですね、人に期待するよりも自分で輝くって出てきましたね。まあ、これもプリチー炸裂ですね。まずあれですね、なんかね、そうですね、4月の後半の最初の週の方なんですけども、
ある意味どんなピンチの時もいろんなことがあっても笑顔を絶やさないこと、うん、もうこれに全てが尽きるっていう風になってる。なんかね、心配ないさーっていう真ん中太陽のカードが出てんだけどね、大丈夫だよってニコって笑いながら言うその感覚というか、うん、そういったまああなた自身が恋愛的なものでの関わり合いであったりスタンスを持ってね動く、そういうのがね大切なことが出てるって。暗い顔してともかく生きちゃダメっていうのがね今回の4月の後半のあなたのプリチーの使命なんですね。うん、プリチー感あふれる使命で、で自分がね暗い顔しそうになった時はちゃんと顔洗いに行ってください。うん、あ、私こんな顔してね、恋愛する人間じゃないって。うん、こんな顔して人と関わる人間じゃない。ちょっと顔洗ってこよう、みたいなね。うん、なんかそうするとね、意外に晴れやかなあなたがもうちゃんと戻ってきて、明るく、笑顔になれるからっていう風に出てる。なんかずっと悲しんでちゃいけないよって、心配してちゃいけないよって。うん、なんかそれを吹っ飛ばすような、明るい笑顔のパワーでね、バイブスぶち上げて運気もね恋もね人生もうまくやってくんだぜみたいな感じで出てきました。はいね、なんかそういったある意味もう春爛漫、春風いっぱいでね、もう陰気を背負ってちゃダメなんですね。ともかく笑顔で間を振り払うみたいな、うん、そういうね流れが出てる。もう暗い顔してちゃダメってカードがね出てきました。で、そんな感じで、笑顔いっぱい、私はね、振り払うわよ、みたいな感覚で、4月の後半1週間過ごしてると、後ろの週になってくると、なんかその笑顔のパワーが、なんかあなた自身をサポートして、なんかいろんなことに対してね、うまく何かあなた自身立ち回れるようになってたりとか、ね、いいサポートを受けれるようになってたりとか、本当にね、まあまさに、すごくね、いろんなものが活性化してって、ね、特にその恋愛であったりとか人間関係においては、人と人の交流の流れが活発になってくるっていう風に出てる。だからまさにその笑顔でいるということが、あなた、愛嬌ね、プリッチーであるということが、あなた自身の幸運を、ね、自分で自分の幸運をね、ちゃんとキャッチしていく、うん、なんか引き寄せていく感じになるのかなっていうふうに思いますね。因果って言葉があるんですけど、因果って、やっぱりその要因があって、それが、に乗っかって、ね、その結果が出てくるんですよね。で、その因果を集めるときは、ポジティブな気持ちで集めた方がいいんですよ。うん、ニコニコ笑ってね、ハッピーポイント。なんか猫ミーム大好きすぎて私、最近猫ミームのネタ入れたくなっちゃうんだけどね、そろそろ下火かな。まだ、どこまで猫ミーム今年使えるかな。まあ、いや、なんか猫ミームっていうのが流行ってんですけど、今ね。うん、で、そういうの、ハッピーハッピーハッピーっていう歌があるんですけど、これ、猫ミームハピハピ猫で調べてみればわかるんですけど、ハッピー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 ってね、もうともかくハピハピハッピーしてると、もうすべてのことがね、うん、なんかそれに準じて人の流れもご縁も、ね、なってくるから、暗い顔は絶対しないでください。まあ、したくなっちゃうときはしょうがないんだけどね。でもなんかいつも自分が癖みたいに、そういう風なちょっと暗い顔に寄ってたら、ダメダメ、顔洗ってこようって、ともかく、コケモモがハピハピハッピーハッピーって言ってたっつってね、うん、ちょっと思い出してっていう風にね、出てる。あんまりね、だからね、人に期待してどうにかしてもらおうと思うんじゃなくて、自分の内側からね、うん、ハピハピハッピーハッピーをね、うん、していくこと、うん、それが大事なのかなっていうふうに思います。はい。ではね、じゃあ、それも踏まえて、そうですね、レジャー運、健康運、美容運&その他っていうところをね、見ていきますね。うん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ではね、オープンしていきます。うん。うん。うん。はい。はい。ね、レジャー運、美容運、健康運&その他ですね。なんか、ある意味ね、
今回なんですけども、まずね、あの4月の後半の最初の週の方ね、なんか今まで行きたかったんだけど、行くまで至らなかった。うん。なんか機会がなかったとか、ちょっと予算がね、足りなかったとか、なんかそうやってできなかったことを、4月の、ね、後ろの、まず最初の週の方にやってみたり、まあ、ゴールデンウィークの計画として何か動かし始めてもいいのかなって感じがしますね。うん。なんかその、自分の中で、なんかね、ちょっと躊躇してたりとかね、ああ、こういう、こうやりたかったんだけどな、行きたかったんだけどな、叶わなかったんだ、どうしようどうしようってしてたことを思い切ってね、その楽しいことに対して計画したりチャレンジしたり、ね、好奇心、ね、ワクワク、ハピハピする気持ちでやってみるといいよって、うん、そういうことをする週だっていう風に出てきました。だからまあ、ゴールデンウィークの楽しみな、予定をね、うん、立てても大丈夫だと思いますし、まあ実際にね、もうなんか春爛漫でこのタイミングしかできないから、みたいな感じでね、やってみてもいいのかなっていうふうに思います。新しいね、習い事とかもこういう時はいいかなっていうふうに思いますね。あ、これやってみたかったんだけど、体験レッスンに行ってみようとか、うん、なんかそんな感じでもいいかなというふうに思いますね。はい。で、4月の後半のね、後ろの週の方ですね。ここに関してはね、そうだな、ね、あなたの中で、まあこれね、桜のカードでカップの9のカードが、これ出てきてますけど、桜とか桃の花だね、これは。で、出てきてますけど、なんかね、ちょっとね、頭のネジを抜いて、はっちゃける時間、うん。大騒ぎしたりね、大笑いしたりとか、うん。なんかそういうね、ネジ抜きタイムみたいなものが、すると吉。うん。ネジ抜きタイムが必要になってくるっていうふうに出てます。まあ、最後の方はもうゴールデンウィークなので、ね、なんかそこは大いに楽しんだりとか、ちょっと今、いつもよりもね、さらに、なんていうのかな、うん。いつもぎゅうぎゅうに締めてるところを、ペローンと緩めてね、うん、ゆるゆるっと楽しむじゃないけど、うん、楽しい流れにどんどん自分を持っていくっていうことが、もう本当にね、楽しむときはもう 100%、120% でね、うん、楽しむっていうことをしてみるといいよっていう風に出てる感じがしました。でね、健康運ってとこでね、これね、コインの2に当たるカードが出てんだけど、やっぱりね、体の主張とか、そういったね、ものっていうのは、気持ち自体が、まあそうやって落ち込む方向にいたり、不安定な方向に持っていくと、それが体に出るみたいな流れだと思うんですよ。で、やっぱりあなたの今回のね、そうですね、合言葉は、プリチーなので、そのプリチーなハートの持ち方、持っていく方向に自分自身をバイブスぶち上げていくと、それによってね、体調良くなってくる。もう自然とね、心に体が、引っ張られる感覚がありますので、で、その心をね、どんどんね、元気にしていくっていうところでね、だから、はっちゃけることも大事。ね、だし、これ見てる感じだけど、楽しいことね、ここ行ってみたかったんだよなみたいな感じでね、ちょっと行ってみるとか、計画してみるとか、そういうことも大事。うん、だから、ともかくね、ハピハピハッピーハーピーの方向にね、うん、行ってねって感じで、出てますね。なんか、プリチーなあなた、なしね、結構ね、これ今読みながら、ちょっとまだね、心が重たい方がいるんですよ。うん。なんか、今ね、ここまで読んできて、半分ぐらいの方はもう、ハピハピハッピーのプリチーニャ、ね、ジバニャンみたいなね、ゴルニャン、ね、妖怪ウォッチですね、の可愛いプリチーなニャンコちゃんたちみたいになってるんだけど、まだちょっと暗い顔してる方がいるから、うん、暗い顔は、そうですね、幸運逃げていきますので、ね、明るい顔してプリチーに行きましょう。はい。ではね、じゃあ最後に、じゃあまあそれも踏まえてね、ラッキーカラーと、そうですね、開運アドバイスということで、まとめでね、じゃあね、外の、まあ全体的なところでね、外の世界へ、自分の世界へ、どうアプローチしていくとね、まあね、かなりいい方向に行くかなっていうところをね、掘り下げて読んでいこうと思います。よいしょ。うん。
まずはラッキーカラーから見ていきます。はい、じゃあラッキーカラー、うん、あのね、ホワイトとピンクピンクプリチーナ、ピンクとホワイトちょっと癖強いですけどね、はい、あの覚えておいてください。プリチーナ、ピンクとホワイト、ピンクとホワイト連打連呼する方法でね、あの行きますね。はい、じゃあね、外の世界に対してできること、自分の世界に対してできること、はい、あのそれぞれ出してきました。まずね、そうですね、あの外の世界に対してできることっていうのは、あのね、なんか先生の言うことをちゃんと聞きつつ前向きに動きなさいっていう風に出てきました。うん、なんか学校みたいなんですけど、結構ね、なんか、小学校1年生のイメージなんですよ。うん、だから、お返事は、大きい声ではっきりと、はい、ね、いただきます、みたいな。おはようございます、おはようございます、みたいな感じでね。うん、なんか、ハキハキとシャキッと動く。うん。それが大事だって、外の世界に対してはもうシンプル。プリチーに、ハキハキ、シャッキリ、シャキッと。うん。シャキッとコーンです。シャキッとコーンな感じで動いてくださいっていう風に出てます。なんか小学校1年生の気持ちで、うん。なんかそういう感じでね、動いていくってこと。ちょっとそういう明るい1年生の気持ちでね、やっていくといいよっていう風に出てきました。で、そうですね。で、あともう一つが、うん、なんかね、ソードの10と、そうね、コインの7のカードが出てるから、何かしらね、あなたの中で、まあ、ちょっと気持ちが重い方に関しては、それはね、一瞬で治るものじゃとか、一瞬で解決するものではないから、なんかゆっくりこう、漢方の治療のように、ね、ハピハピパワーであったり、ニコニコパワーを、あなたの体に、あなたが自分で与えてあげることによって、徐々に徐々に改善していくよとか、うん、柔らかい方向になっていくから、一気にね、すべてをね、変えようとしなくていい。なんか、こう、なんていうのかな、こう、ある意味ね、その、ハッピーの流れって、結局下からグッて上がるときって最初はね速度がそんなに上がらないんですよ。でもある一点でだん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 でグンって上がったときにグワッと指数関数的に行ったりするからね、なんかその走り出しみたいなところなのかな。うん、だからそこ一気に変えようとするんじゃなくて、小さなあなたの、まあある意味笑顔は心の漢方ですよね。うん、自分で笑顔で過ごすっていうのはなんか心に与えることができるね。うん、引きつって笑うとかじゃなくてね、単純に面白いもの見てキラキラ笑ってたりとか、ニヤーってしてみたりとかね。うん、っていうのは自分ができる自分の心に対する漢方薬みたいなとこだから、ね、漢方ってね、やっぱり飲み続けてるとしっかりね、体質改善して効いてくるっていうような感じがあると思いますので、なんかそういう感覚でね、笑顔の薬をあなたに、外の世界に向かってあなたが笑顔になることによって、ゆっくりね、見えてる世界を変えていきましょうみたいな感じで出てますね。で、自分に対してそうだね、できることっていうのはなんかね、自分に対してなんていうのかな、エネルギーを限界生活みたいな感じでね、絞りに絞って与えなすぎるのも良くないし、エネルギーを大量に使いすぎる、浪費しすぎるのも良くないっていう風に出てて、うん、なんかその自分の中でエネルギーの使いすぎの方もいれば、エネルギーの使わなすぎの方もいらっしゃるんですね、ここ。で、そのバランスを自分がどっち側に寄ってるかなっていうのを、ちょっとね、内省してみて、で、そこからね、それをちょうどいいバランスに、持っていくことが大事なのかなっていうふうに思いましたね。うん。どちらかというと、例えばエネルギー使わなすぎの方向の方に関しては、やっぱりなんかね、イメージ的にはちゃんと心が動いてない。だから表情筋が硬い。うん。なんかそういう感じだし、エネルギー使いすぎの方に関しては、多分自分でゆっくり休めてないんですよ。うん。表情筋をリラックスさせてない。
ね、あの、だから表情が硬いみたいな感じになっていくから、ね、あの、それね、ちょっと自分どっちに寄ってるかなっていうのをね、一回ちょっと、皆さんそれぞれあると思うので、内省してみて、そこからちょっとね、緩めたりとか、ね、動かしてって、その硬さを抜いていくっていうことをね、イメージして生活していただくといい方向に行けますっていうふうに出てきますね。もう一つがね、あと大事なのは、あの、言葉のあやとか言葉の表面ではなくて、その中身に込められてるエナジーパワー、うん、なんかあのマテリアル感があるんだけどね、うん、なんかあの表面にかかってるソースよりも中身のね具材が大事みたいな、うん、あのなんかこれ絶対ね、これねイメージなんで伝わらない気がするんだけど、ちょっと言わせて、あの美味しい肉団子なんですよ。そう、あのソースがかかってなくてもすごい美味しい肉団子のあなたになっていただきたいんですね、イメージ。そう、あのソースでごまかす料理じゃなくて、もう肉団子自体がもうジューシーでね、うん、あのとっても美味しい状態、うん、なんかそういうあなたでね動いていただけると非常にいい方向に行く、うん、あのそんな感じであの出てきてますね。だからプリチーの肉汁で自分を満たしていくんですよね。うん。だからなんかそんな感じで今回はね、ちょっとね、なんかそのプリチーヌがテーマでなっちゃいましたけども、ね、なんかそういうね、なんで運気のパワーとしては、どちらかというと、やっぱりね、いい方向に調整する動きが入ってきてます。うん。なんかこの、その流れに乗っていくと、あなた自身のね、流れがもっともっとね、いい方向に加速していく。うん。であったり、速度を出していくことができるので、あの、ぜひね、そこは実践してみてください。プリチー実践ということで、はい、なんでぜひね、あの素敵な4月後半をお過ごしください。はい、頑張ってくださいね。応援しています。はい、ではハーモニアスタロット選んだ方ですね。今回はあの4月後半の運勢ということで、まあいつも通りね、5回に分けて、はい、あの4月の後半の運気を読んでいこうと思います。まずはね、そうですね、最初前半、あ、まあ、後半のね、はい、あの全体的な流れっていうところで、はい、ポイントとね、あの重要タイミングを読んでいきます。で、あのそこから、あのそうですね、仕事運と金運、人間関係運と恋愛運で、レジャー運、健康運、美容運、その他っていうところと、あとはね、はい、あの会話アドバイス、ラッキーカラーということでね、あの読んでいこうと思ってます。じゃあそのところでね、まずは全体的なねタイミングとポイントを読んでいきましょう。うん、うん、うん、はい、はい、今回は26日から28日、まあ後半の後半ですねっていうところ、あのね、誘惑に負けないでって出てきた。うん、なんか悪魔のささやきに乗っちゃダメって、うん、なんかもうある意味ね、そうね、もうまたプリキュアの話したくなっちゃうんだけど、プリキュア、それはダメよ、敵が言ってることよ、悪魔の誘いに乗らないでって、あのセーラームーン世代の方に関してはルナちゃんがセーラームーン、そんなこと言っちゃだ、そんなこと聞いちゃダメみたいな、チビウサかな、どっちかっていうとチビウサ、そっちはダメみたいな、うん、そういう感じでタロットが出てきました。うん、魔女っ子アニメが私がただ好きなのもあるんですけど、あの女の子向けのね、幼児向け、幼女向け魔女っ子アニメのね、よく出てくるセリフっていうことで、闇落ちしないように、その誘惑に乗らないように気をつける必要があるっていう風にね、出てきましたね。なんかね、どっしり構えて落ち着いて、あなたがね、しっかり大人のあなたで向き合えば、その軽はずみにはならないっていう風に出てます。ただし、なんかね、すごく巧みに来る感じがあるんですよね。うん、なんかそこでね、そうだね、惑わされてはいけないよっていうことがこれ出てきそうな感じがします。なんでちょっとコケモモタロットから、そうですね、皆さんに、この選択肢選んだ方ね、ジャガイモ選んだ皆さんですね、ちょっと妖精さん派遣しますので、まあ、なんか好きな妖精さん選んでください。まあなんかね、ミモザの妖精さんとかね、ポピーの妖精さんとか、そういうお花の妖精
精さんでもラナンキュラスの妖精さんとかでもいいけど、じゃがいもの妖精さんでもいいし、お醤油の妖精さんでもいいし、納豆の妖精さんでもいいので、はい、あの皆さんコメント欄でね、好きな妖精さんトッピして大丈夫なので、トッピでわかるからトッピーでね、うん、あのうちから派遣しますので、ちょっとその誘惑に乗らないように、あの自分にこの守護妖精をつけると良さそうな妖精さんっていうのをね、今ちょっとこのリーディングを聞きながら、あの想像していただいて、コメントできる方はコメント欄でトッピしてくださいさあ、どんな妖精さんが皆さんはあれかな、あの誘惑からね、あなたを守ってくれるかな。ね、なんかちょっと面白回答も含めてね、あの皆さんのイマジネーション力を、そうですね、あの、これ、問いたいというかね。まあでもいい、なんかね、何でもいいね。可愛いものでもいいし、ね、自分の好きなものでもいいし、なんか思いついたものをね、あの、ちょっと派遣しますので、うん、なんかそういう感じでね、あの、イマジネーション力をうまく使って、ね、自分の想像の中からちょっとウィットが効いてる感覚というか、ね、物事を逆手に取れる賢さを持ってれば、あの、今回はいい流れになるので、これはもう今回のその26か28日の、ね、あのまずね、準備運動としてちょっとこのリーディング聞きながら、皆さんあの好きな妖精さんを想像する、あのやってみてください。はい、そんなわけでね、あのじゃあね、金運と仕事をね見ていきましょうね。はい、よいしょ、じゃあシャッフルしていきます。おっとっとっと、よいしょ、うん、ではオープンしていきます。うん、はいはい、そうですね、まずね、あの金運仕事運ってところでいくと、あのね、あのその今ある環境であったりとか物事であったりとか、なんかそういったものをすごく思いやりを持って丁寧に大切に扱っていくといい流れっていう風にね、出てきてますね。はい、ではね、読んでいきましょう。まずね、結構実は今回ね、この選択肢選んだ方、今環境にかなり恵まれてるんですよ。うん、で、そのね、恵まれた環境を、まあ、ある意味当たり前だって思っちゃいけないってところなんですよね。なんかそういった部分の、今回ね、4月の、後半のね、最初の週の気の緩みがちょっと出てきやすい。うん、結構ね、この週に関しては、ケアレスミスであったりとか、ボンミス注意ですね。うん、抜け漏れというか、ね、ちょっとした、弾みが出ちゃいやすいから、ね、なんかこう、お仕事であったりとか、お金に関することに関しては、なんか丁寧に愛情を持って、ね、よしよしみたいな感じじゃないけど、一つ一つやっていくこと。うん、それが大事だねっていう風に出てきてますね。真心込めて仕事ワークするみたいな。うん、始圧の心は母心ってね、これ多分もうね、荒勘の方たちが多分ご存知かなって感じだと思うんだけどね、こんなのがあったんですよ。始圧の心はね、母心みたいなのがね、こんなコマーシャルっていうかなんかがあったみたいで、うちのね、私の母がそれ大好きでね、よくね、私に、一発ギャグでやってたんですけども、まあ、こんな感じで、そう、母心、真心を持ってね、お仕事をするようにっていう風に出てます。なんかそういう気持ちや丁寧さを持つことで全然問題ないんだけど、やっぱりなんかその辺が薄くなっちゃって、それがね、ちょっとトラブルであったりミスにつながりやすいから、ちょっと気をつけてっていう風に出てきました。で、4月の後半、後ろの週に関してはね、そうですね、ある意味でね、なんかちゃっかり叶っちゃうっていうところがあるんですよね。うん、で、これね、周りの人の助力であったりとか環境っていうところで、なんかわがままも許されちゃう
その部分っていうのはあるんですね。うん、だからなんかまあいっかみたいな感じであるんだけど、でもね、本質的なところではなんかそれは長く続かないんですよ。うん、だからある意味なんていうのかな、慢心しちゃいけないよっていうことが今回ね、全体的なテーマとしてこれあるのかなっていう風な感じがします。なんかすごく周りの環境であったりとか状況に恵まれてるからこそ、謙虚に、丁寧にね、真心持ってね、周りの世界に接すること、うん、なんか愛を持ってなんかお仕事していくこと、ね、それが求められるかなっていうふうに思います。これ運命の輪の逆位置が出てるから、ある意味ね、そうね、なんか運気っていうものだったり、すごいないい流れっていうのは、その時人間ってさ、不思議なもので、自分自身がこんなに恵まれてるんだっていうことをね、感謝できなくなっちゃう。慣れっていうのはね、そういう風に起きちゃう生き物なんですよね。だからテイクフリーっていうものがいつも当たり前だと、テイクフリーが普通になるから、その後ろにはね、なんかそうやってテイクフリーにしてね、ね、あの力をね、いろいろパワーやエネルギーや物質をね、そうやって集めてくれてる人へのなんかがなくなってっちゃう。だからそうやってなんか生きてると、自然そうやってね、いっぱい恵みを受けて、私たちはね、まあだったり、その自分がその何かの他の人の恵みになるように、こうやって密接に関わり合いながら生きてるっていうところがあるんですけど、なんかその恩恵があるっていう気持ち忘れちゃうと、なんかやっぱりなんかそういった恵みが最終的に降ってくる量っていうのは少なくなっちゃうことが多いんです。で、今回金運仕事運ってとこでは、なんかそういった周りの環境だっていろんなところに関して、やっぱりそういった ある意味自分は恵まれてるんだな、ラッキーなんだなっていうところで感謝の気持ちを持って接することがすごく大事で、うん、なんかその気持ちがちょっと薄くなっちゃうと、やっぱりそれがミスであったりとか、ちょっとね、なんていうのかな、変な流れみたいなのを引き寄せてしまうから、ちょっと気をつけてねっていう風な感じで出てきましたね。はい、ではね、じゃあそんなとこも踏まえて、ではね、恋愛と人間関係を見ていきましょうね。うん、ではオープンしていきます。うん、はい、うん、はい、そうだね、人間関係運、恋愛運ってところですね。なんか結果が出ないことに対して、なんかしびれを切らしちゃいけないよって、うん、出てきてますね。今回ね、やっぱりなんかやっぱりね、テーマが思いやりと感謝なんですよね。うん、なんかこう、いや、どうしても利己的になってしまう自分の気持ちっていうのを、まあ私たちは利己的な生き物ではあるんですけども、なんかそこでその利己的な流れの中でも、なんかこういろんな物事を焦って考えてギスギスさせてしまうような自分の流れっていうね、まあ、それをね、我欲というのかもしれないんですけどね、そういったものを思いやりのパワー、感謝のパワー、うん、真心のパワーで、ね、暴れさせないようにうまくこうね、なんていうのかな、こう織りなしていくんだよみたいな、うん、そんな感じで出てます。このね、絵がすごく分かりやすくて、ここにね、化け物がいるでしょ。で、戦士はこの化け物に対してね、鏡をこうやって見せて反射させてね、戦ってるんですよ。そう、だから自分自身の中でもなんかその間を寄せつけないというか、うん、なんかそれを守る、そのこのね、盾のようなものが感謝の気持ちとかね、そういう思いやり、真心っていう気持ちなんですね。で、この盾をちゃんと持って人と接していくこととか関わっていくこと、うん、これがすごく重要になってくるっていう風に出てる。で、4月のまず
後半の最初の週っていうところに関してはなかなか答えが出なかったり、ね、こうやって私はこうしたいのにっていうことに関して、なんかそれはね、多分ね、あなたの側の動きと相手の動き、特に恋愛とかだとね、なるとあなたが考えてるやり方が2人にとってのベターってわけではないんですよ。うん、でなんかそこにこだわりすぎちゃってて、なんか相手に対してやっぱりちょっと力技に出てしまうと良くないって、うん、やっぱりそれって相手側のことを尊重できなくなるっていうところになってくるし、ね、なんかそのあたりであなた自身がちょっとね、心のガス抜きじゃないけど穏やかな気持ちでいかに過ごせるかっていうのがポイントになってくる週になってくるって出てる。で、4月の後半の後ろの週に関してはね、人に優しくするといいよっていうふうに出てるんですよ。親切に、うん、穏やかにね、ただそれは自己犠牲とは違うっていう風に出てる。うん、人に何かするとか尽くすってことも自己犠牲になるとした後に悩むんだよね。うん、なんかした後に不安になったり辛くなるの。なんか小さな親切って、まあ例えばね、電車で席譲ったとかね、ちょっとした親切ってあるじゃないですかね。なんかそういうのってした後に結構いい気分になったりするじゃないですか。なんかちょっといいことしちゃったなみたいな、全然なんかありがとうございます、ありがとうございますって言われて、いえいえそんなことないですね、大丈夫です大丈夫ですみたいな感じじゃないけど、ちょっとっていう気持ちになったりするでしょ。なんかそういう人に対して温かい気持ちで接するとか尽くすとか、うん、奉仕するとかねっていうのはあなたにとってプラス。ただしなんかやっぱりその後ろには利害関係とかね、そうやって得たいものがあって自己犠牲をして何かを得ようとすると、そうするとやっぱりそれ逆に悩みが深くなっていったりとか不安が深くなっていくから、そこの違いをちゃんと自分の中で線引きして人と関わることが大事だよっていう風にね、うん、出てます。これは恋愛とかで考えると、相手がねこうしてほしいなって、あ、これなんか求めてるなっていうことに対しては与えてあげてください。ただしやっぱりなんかこう自分自身のその不安を解消したいからとか居場所を作りたいからってところで何か自己犠牲をしちゃうと余計にそれが沼ってきちゃうところがあるから、そこはやらないようにっていう風に出てる。だからある意味でね、真心と思いやりと温かい気持ちの盾を持つ、そう、自分自身の利己的な心っていうね、利己的すぎる、ね、人の関係をギスギスさせる心に対して真心の心の盾を持って、それからね間を払うっていうところで、うん、なんかいろいろあなたの中で、まあ、精神的な意味でのね、人間関係恋愛においては立ち回りが重要になってくる2週間になるかなというふうに思います。はい、ではね、じゃあお次が、そうですね、レジャー運、健康運、美容運ね、その他っていうところはね、どんな感じかなっていうのを見ていきます。よいしょ。はい、オープンしていきます。うん、うん、はいはい、レジャー運、健康運、美容運&その他っていうところですね。まずね、4月の後半のね、最初の週ね、なんか知的好奇心を満たす何か、うん、レジャーであったりとか楽しみであったりとか、まあちょっとしたなんかあれですね、コンテンツであったりね、エンターテインメントであったりとか、なんかそういったものを生活の中に取り入れてみるといいよっていう風に言って、なんかあなたの知的好奇心に対して刺激をしてくれるものなんですよね。だから1日10分間だけね、ちょっと勉強するとかでもいいと思うし、ちょっとね、自分の中の興味があるようなものの動画を見るとか、うん、ちょっと知識に関わる、
何かねそういった知的好奇心のあの泉にね豊かな水がねこう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 とね、うん、あの湧いてくるようなね、なんかそうやって自分の中にね綺麗なお水を流してあげてっていう風にあの出てきてます。うん、あのなんかちょっとそういうね雑学的なところとかでもいいし、ねなんか1日10分でいいと思います。10分間なんか今日の私のインテリジェンスな時間みたいなね、なんかそういうのをあの持ってみると。いいよっていう風にねあのなんかそうですねあなたの中である意味それがねあの自分の中でねなんかリセットの時間になったりとかするのかなっていう風に思いますね。で後半の後ろの週に関してはそうだななんかストレスフリーになる何かトリートメントをすあのすることをあの取り入れてってくださいっていう風に出てます。うん、なんか何かしらやっぱり自分自身をこれねなんかね綺麗に洗い流すっていうような感じなんですよ。うん、汚れを落とすっていうような感じ、まあ、あの体の汚れを落とすでもいいし心の汚れを落とすでもいいし、ね、部屋の汚れを落とすなんかあなた自身が、まあ、その自分が生きてるねあなたのテリトリーの中の、まあ、あなた自身も含めた全てのその世界の汚れを落とすようなことを、まあ、浄化あのウォッシュウォッシュ、ね、あのトリートメント、ね、それ何か整えて綺麗にツヤツヤにするとかピカピカにする、うん、なんかそういったことが必要になってきますっていう風に出てますね。まあ、最初の、ね、ところでね闇落ちしないでみたいなところが出てましたから、ね、あの誘惑に負けちゃダメみたいな感じだからねそのあたりは清潔に綺麗にピカピカにしておくことによってなんかね今回のね並び全体的にそうですね間を払うっていうようなね感じがねタロットの裏メッセージとしてすごいあるんですよ。でソードの8のカードここに出ててなんかこれはねこの8ソードの8はね予防するって意味だと思うんだよね。うん、なんかあなた自身に間が入ってこないように予防をすることがねレジャー運健康運美容運&その他のアプローチとして必要になってくる。で最初の週はなんかちょっとインテリジェンスな流れっていう風に出ててで後ろの週に関してはトリートメントだったりとかお掃除するクリーニングするウォッシュするねあの浄化するとかね、うん、なんかそういうそうですね流れがあの入ってくる必要が出てくるっていう風に出てます。なんか綺麗なねお水で洗うっていうような感覚なんですよ私のこの並びを見てて、うん、あの出てくることだからまあ間が入ってこないようにちょっと工夫してみてください。まあちょっとこれね解像度上げていくのも含めてじゃあ最後にね好転のためにっていうところで開運アドバイスねあのより細かくっていうところとラッキーカラーをね見ていこうと思います。よいしょ、はい、うん、はい、うん、はい、ではね見ていきます。まずラッキーカラーですね。ラッキーカラーはそうですね綺麗なブルーとブラック、ね、漆黒のブラックっていう風に出てきましたね。はい、なんかキリッとした爽やかなねちょっとねあれですねギャッツビーみたいな色ですね。あのメンズもののあのそうですね洗顔剤みたいなねカラーリングですね。はい、なんかちょっとミントの香りがしそう、はい、ではねじゃあ工程に向けてっていうところでアドバイスカードですね。外側の世界に向かってできること内側の世界に向かってできることそうですねまずねうん自分を満たす前に人に対して自己犠牲をしてはならないっていう風に出てます。うん、あなたはあなたでもうとても美しいキラリと光る一番星であるからなんか自己卑下につながってしまうような外との関係性の作り方っていうのは
辞めることっていう風に出てますね。なんかどうせ私なんてとかね、なんか了解デモデモだってみたいな感じじゃないけど、人と比べて何かこう比べる気持ち、妬む気持ち、あ羨ましいなとかね、そうやって思っちゃう気持ち、っていうのはあんまり良くないって、あなたの本来のもともともお持ちの輝きを信じることみたいな感じで出てきてます。この選択肢選んだ方ね、今回の4月後半ちょっと SNS ね、あんまり SNS やられてる方に関してはあんまり見ない方がいいかもしれない。なんか隣の芝場は青いじゃなくて青いじゃないけど青芝、青芝青芝ってやってるとなんかね間が入ってきやすいんですよ。で SNS ってこれもうそういうね、インスタであったりとかね、フェイスブックだったりそういったものとかって、とかね、ツイッターとかね、いろいろ、あ、X か、とか、まあ、TikTok も SNS 全般ですよね。あれって、人間がね、そういう風にいいねっていうのいっぱいもらって、快楽を得れるものなんですね。で、他の人のいいねと自分を比べてさらに得たいって思っちゃうようなシステムで、やっぱりそれってね、全然それ自体は楽しいものなんだけど、やっぱりこう、あんまりね、そのコンディション的になんかそういうのが合わない時はね、うまくね、そういうデジタルデトックスじゃないけど、立った方がいいものはある。自分自身の本来の輝きを曇らせてしまうのであれば、ね、そこはね人と自分を比べてなんか自分を自己卑下するみたいな不満ばっかり溜めていくようなシステムの人との関わり合い方であったり、そういうのはちょっとお休みした方がいいっていう風に出てきました。で自分に対してできることっていうとこね、なんかね、あなた自身なんか自分の中で自分がちゃんとこうまず今あるっていうことがなんか我ここにありっていうことね、もう今そこにいる自分っていうものがもう 100% で、なんかそれであなたはそれがそんなあなたが素敵なあなたなんだよって自分で自分のその感覚を感じるっていうことが大事だっていうふうに言ってる。自分の取り巻く世界も含めてその今あるこれっていうのがもうオールね、オールが全てで、なんかもう変な日本語になっちゃうけど、毎日がエブリデイでね、で、まあ、とてもね、完璧なことなんだ、完璧っていうかなんだろうね、満ちてることなんだって、今これで100点満点ってね、なんか超えテンション、で、それはそういうもんなんだ、だから感謝して生きようみたいなね、感覚を自分の中でおまじないのように、その満ちてる感覚っていうのを意識していくと、間が近寄ってこないって出てきてる。なんか、つけ込む隙があるからこそ間は寄ってくるんですよ。そう。で、あとは、そうですね。なんか、ある意味ね、なんかその間に対して間って何かっていうところ、これ話せってこれね、タロットに言われてる気がするんだけど、話しきれるかな尺の中で。間っていうものはね、なんかそうやってできた心の隙間というか、ちょっと汚れが取れない隙間の中に、そんな汚れの中からヒューって入ってきて、簡単に今の全ての人生も世界も変えることができるんだよみたいな言葉をささやくんですよ。そうじゃないんです。物事の因果っていう、物事は全て因果っていうね、もので成り立ってて、100% の自分っていう取り巻いてるこの世界が積み重ねてきたものの上に乗っかってるだけなんですよ。そう。だから、その間がささやくような、その自分の心の隙間でね、なんか、都合のいいようなことだけみたいなのっていうのは、実際その方向にエネルギーを注いだ時には動かないから、やっぱりその今全ての世界があるというその因果の中の因を作ってる自分っていうものをの世界、自分や自分の周りに囲まれてるもの、その全てのものを大事にするね、これがまあ不完全なものだったとしても、それが全てっていうね、大切にしていこうっていう感覚を
持つことによって、まあ、それは結局自分の人生に対してプラスの方向に因果を積み重ねてね、積み上げていったり大きくしていくことになってくるし、ね、まあね、そういう考え方を持ってる人には近寄れなくなるから、これをちょっとね難しい話になっちゃいましたけどね、覚えといてねっていう風に出てきましたね。まあうちからねちょっとね、皆さん妖精さん派遣する妖精さんのところで決まってますか？忘れてないですか？ね、派遣しますので、まあちょっと間が入ってこないようにね、ちょっと妖精さんと一緒にね、ぜひ4月後半ね素敵に乗り切ってください。妖精さん決まった方はコメント欄などに書いていただけると嬉しいです。はい、派遣しておきますのでね。はい、そんなわけでね、ぜひ頑張ってください。応援しています。はい、皆さんね、占いのご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで、ここからはアフタートークの時間ということで、今日占いで話しきれなかったことであったりとか、お話ししたいことを話していくコーナーですね。今日はマスリーなのでね、ちょっと今月のね後半の全体的な星の流れということのお話をしていこうかなというふうに思います。今回のね、そうだな、星回り的なところでね、ちょっとこうイメージ的なところでのポイントっていうとね、なんかね、物質的にもその精神的なそのハートのところに対しても、こう世界全体のエネルギーっていうのが、まあ、すごく多い豊かな状態なんですね。うん、多い状態なんですよ。だから飽和してるまではいかないんだけど、実は枯渇してるのではなくて、今すごく何かがたくさん満ち溢れてて、なんか誰も困らない実は状態だったりするっていう状態なんです。で、なんかここが100とすると、まあこの先ね、なんかそのバランスがなんか少なくなってきたりとか変わってきた時に、またなんていうのかな、なんかいろいろこう因果みたいなところが起こりそうな感じがするんだけど、でだからこそ、まあ今皆さんね、選択肢それぞれのところでね、たくさん満ち溢れてきてるからこそ、その、エネルギーを、まあどうあなた自身が向き合って使っていくか、であったり、ありがたく享受していくかっていうことが、これポイントにこれなってたんじゃないかなと、リーディングと絡めてお話しするとあるかなというふうに思います。というのもね、今牡牛座でね、天王星と木星がまあコンジャクションで、魚座で、土星と火星がコンジャクションしてるんですね。まあある意味魚座のそのコンジャクションは、なんかいつもその線が閉まっててね、たりとか、調節弁みたいなのがあって、ね、そういったエネルギー、まあ、こう、ある意味スピリット的なエネルギーみたいなものが、ね、ある程度、こう、調整されて入ってきたものが、なんか、ある種ね、その線をパッて抜いて、一気にこう、入れていくみたいな、そういうね、なんかね、感じなんですよね、ノリ的には。いつもよりもちょっと多めにね、そういったエネルギーを補充しといて回していきましょうみたいな、余裕あるからねみたいな感じで、牡牛座のまあ木星と天王星の合っていうのは、やっぱなんか物質性の大きな変化なんですよね。なんかふんだんにあるものとその世界のバランスがこれから変わっていくみたいな、そういう感覚で、だから今はやっぱりなんかそのいろんなものが満ち溢れてんだけど、その先のバランスっていうのはやっぱりまた大きく変わってくるから、なんかその機会をね、どういう風にするかっていうところなんですよね。恵みをちゃんと受けて、伸びていって成長していって、ね、備えていくっていう感覚の方に入る方もいれば、そういった恵みがある状態をね、慢心しない、大切にするっていう感覚でね、過ごすことが重要っていうね、解釈の流れになって出てきた方とそれぞれいたなというふうに思いましたね。なんかね、これはまあちょっとした話なんだけど、人ってね、その心がやっぱり健康的じゃない時の状態って、ありがとうっていう気持ちと嬉しいなっていう気持ちよりも、不満や不平
ね、であったりとか相手に求、まあ、外の世界いろいろにね求める気持ちがすごく強く大きくなってくるんですよ。だからで特にそれで人に向かうとなんか出てくる言葉はなんか例えばねなんか私はこうしあなたとこうしていたいから、ね、こうしてたいんだ、ね、こうしお願いって言えるんじゃなくてなんであなたはこうしてくれないのとか、うん、私を裏切ったんじゃないのとか ね、うん、ね根元の気持ちはもう一緒でもそのアウトプットで出てくる言葉がやっぱり気持ちがネガティブに向いてるかポジティブに向いているかってところで変わってくるんですよ。でネガティブとポジティブっていうのはまあある意味2つとも両方ね調整としては必要な状況ものがあってポジティブだけでもダメだしネガティブだけでもダメ寄りすぎてもダメっていうところで中庸の状態を保つことが求められてくるんですね。でそういう中でまあそういった、まあ、ネガティブとポジティブのアウトプットのバランスと、あとはそれに対してエネルギーが、まあどれぐらいね、自分の中を通って満ち溢れてるかって、この掛け算でね、だいたいこう人の性質っていうのはね、うん、コンディションっていうのはできてくるんです。で、今回は全体的にはそのエネルギーがすごい満ちてるんですよ。そう。で、やっぱりそれをポジティブ側で、通してって自分の中のそのね強いものにね成長に促すっていうやり方も大事だしね逆にそのなんていうのかなねある意味でねまあこれこういう時はそうなんだけどね例えばねエネルギーの量が少ない時にポジティブすぎるっていうのは結構ね危険なことがあるんですよ。だからね今エネルギーがたくさんないからね節約してねうんゆったりめに構えて使わなきゃいけない。これはネガティブというよりもまあある意味ダウナーな状ネガティブのねなんだろうなポジティブの性質って私が今話してるのは、ね、どちらかというとポジティブとハイの状態が一緒になったこうプラスの世界っていうね人間の感情の動きとでネガティブって言われるものとダウナーねなんかふーんっていう感じのまったりした気持ちみたいなとこも含めたマイナス側ねこれ両方必要だよっていうのはそういうことですごくエネルギーが足りてない時にポジティブ側のね側に寄りすぎた気持ちでいくとどんどんエネルギーを使おうってするから枯渇してオーバーヒート、うん、大変なことになっちゃったりとかするんですね。そうでハイの方向に行くんじゃなくてそういう時はやっぱちょっとダウナーな方向というかうんねのんびりできるとかズーンってしてる感じの方に自分をねちょっと寄せた方がまあ運気の流れうまく使えたりするんです。でなんかこの辺のバランス感覚っていうのはこれちょっとねすぐねこの尺で説明しきれる話じゃないのでまあまたねおいおいっていうところではあるんですけども、うん、なんかそういうまあ陰陽的な考え方であって全体的な流れがある中で、まあ、今回はね、うんまあ、そこはかなりこう春爛漫でこうねだったり、まあ、南半球の方は秋のパワーっていうところでねそういった芳醇なる季節っていうところと、ね、そのお日様の角度っていうところの中で皆さんはそれをどう使うか、うん、っていうのがそれぞれまあ問われているしなんかその細かい原理っていうのはねやっぱりなんていうのかなこれ話しきれない話に本当になっちゃうのであれなんですけども、まあ、タロットがね、まあ、そんなところも運気っていう流れを組みながらいろいろ今回のリーディングはねヒントをくれた回になったなというふうにね改めて読み終わってね感じました。星をね読みながらああなるほどねとか言って思いながらねおーなるほどタロットちゃんはこう感じてたんだなとかってね思いましたね。まあでもねそうですね北半球であったり日本の皆さんはね春がどんどんやってきてねお花も咲いてきてとっても素敵なシーズンですし4月の後半これからゴールデンウィークっていうね。Thank you.